享受しましょう。ムーンパレスにやってきて一通り全員とお話をしたとこだけど、今んとこ住人と会話する以外やることないんだよな。まあそれはずっとそうなのかもしれないけど。なのでまあ二巡目に入ることになるよね。つまり前回は自分のテーブルから始まってこう左回りにぐるっと回ってきたわけだけど、同じ順番でもう一回回ってこうか。まあドリンクバーは別にいいとして、まずはファラオ王とお話ししましょうか。まあこの人は最初に話しかけた人なので、後から入手した会話デッキがこんなにたくさんあるぜ。これなんかどれ使ったか分かんなくなっちゃいそうだな。別に新しく入手した順とかそういうことでもないもんね。てかこんなに無音だったっけ。なんかいい感じの BGM 鳴ってたじゃん。なんか席に座り直したら BGM 鳴った時あったよね、前回。あ、それも別にない感じ。今回はそういう感じで行くの？あ、いやもう、ほんならいいですけど、なるじゃねえか。なんだよ。こっちも気分が上がんねえからさ、BGM ないと。じゃあ、ファラオ。まあ、どれを使ってないのかって話だけど、まあ、少なくとも他の人物に関する話はしてないよね、この人とは。一番最初に話しかけたから。じゃあ、ツェネズについて。ツェネズか。どうも関わりが少なくてな、我もあのものについてはよく知らないのだ。うん、一番古参のはずなんだけどな、みんなよく知らないっていうね。一つ言えるのは、死も争いもないムーンパレスに至ってさえ何かを恐れ続けているということだな。あ、これに関する話題は入手してたので、まあ本人に聞いてみないとだな。きっと事情があるのだろう。詮索も大概にしておけよ、器のでけえようだ。約束できないけどね。するけど、詮索入手しちゃったからさ、話題。じゃあ次はセロニカについて。セロニカは王のこと知ってたんだよね、歴史上の人物として。知られてるっていうこと知ってんのかな、王は。セロニカ、挑発の青年だな。貴公がやってくる少し前に出た貴公、エルデンリングでしか聞かないんだよ本当に。こいつそのうち御将乱あれとか言い出すぞ。貴公がやってくる少し前にムーンパレスに至ったようだったが、あの者は貴公とは違い王の前での振る舞い方を心得ていたぞ。そりゃ知ってるからね、あなたのこと。あいつは貴公が慣れ慣れしすぎるというのもあるだろうな。エビアイス、そんな慣れ慣れしいの。いや、なんか人と話してる時のエビアイスの態度わかんないからさ。そりゃすいません。遠慮もせずにここまで質問攻めにしてくるのは貴公だけだよ。それと我のことを知ってるという様子だった。我が名前を聞いて驚いていたぞ。ああ、そのこと知ってんのね。知られてるっていうこと。あの者からなら我についての話も聞けるかもしれないな。まあその辺の話は前回ある程度聞いたよね。ああ。じゃあ次はガラパンさん、ガラスパンさんね。あの者は我がここに至った時からいたな。そうだな、2番目に古いんだな、ガラスパンさんが。古い順で言うと、ツェネズ、ガラスパンさん、ファラオ、セロニカ、オレっていうことだ、うん。今こそ落ち着いてるが、当時は泣いたり叫んだり。あ、へえ、ファラオが来た時そんなんだったの。相当に参ってる様子だったようだった。まあやっぱりそうだよね、会話の感じから一番元の世界に戻りたがってる雰囲気やっぱりあったよな。どうやらあの者は一人でここに至ったわけではないらしい。そうなん？あ、なんか人が消えることはあるみたいなこと言ってたよね。あ、うわー、かつてはラテラという女と共に過ごしていたそうだ。一緒に来た人がいなくなったのか。あ、そうなんだ。それが突然いなくなり嘆き苦しんだ果てに今のように振る舞うようになっていったな。死のうとしたこともあるみたいなこと言ってたもんね。あれは自分を守るための態度なんだろうな。あ、これはなかなか重大な事実だな。ラテラって誰？聞けないって。それ本人に聞くの？今話題入手してたけど。ラテラって誰？そんなアホ面で聞けないって。他の住人に関しての話はこんなもん。これも聞いてないやつかな。ケーキってある。これはガラスパンさんの席のとこに。ポスターが貼ってあったんだよね、ケーキの。ない、張り紙を見たんだろ。ないぞ。そんな強く言わなくてもいいじゃん。だいたいお前ケーキ知ってんのか、ファラオ。
ケーキ見たことねえだろ。次は本物ですか。これもまあまあ失礼だけどな。また言われるって。気候は本当に無礼だなみたいなこと。本物ですか。ん、我が本物の R スパイクかどうかということか。やはり気候は言われたわ、そのまま言われたわ。気候は無礼だな。この状況でわざわざ嘘をつく必要はないだろう。まあそうだと思いますけど、しかし証明のしようもないな。本人しか知らないようなことを話したとしても気候には判断がつかないだろう。セロニカだったら判断つくかもしれないけど、いやまあセロニカでも無理か、本人しか知らないようなことをなんて。まあ話してみるか。そうだな、我が女であること。あ、そうなん、めっちゃ男だと思ってました。女であることは知らなかっただろう。ん、あ、この話題はセロニカに投げんのかな。まあそのような反応になるだろうな。つまり公式的には男性ってことになってるってこと。スパイク王はそもそも我が男だと考えられていたことも知らないだろうからな。せっかくだ、気候に歴史の特別授業をしてやろう。フォースプーンの王位継承の条件は単純だ。それは王家の血を引く男児であること。そして、着死後。着男ってことだよね。着死後であることだ。まあ、正式な血を引いてること。まあ他国とそう変わらない一般的なものだな。まあそうだよね。まあそう、そもそも女性の王っていうのが珍しいから。なんとなく勝手に男性だと思ってたんだけど。継承者がいないという事態はそうそう起こるものではない。まあそうだよね。そう、後継者不足になったら困るから、王はたくさんのこう女性を抱えてさ、たくさんの妻を抱えてたくさん子を残すわけだよね。しかし我が生まれた頃は致命的な熱病が流行っていてな、王家の者たちもコロコロと死んでいったのだ。我を産んで衰弱していた母君はもちろん、父君や親類も死んだ。あ、継承できんのが自分しかいなくなったのか。やがて王位継承の候補者たちも死んでいき、幸か不幸か王家の血を引くのは我だけになった。だが先ほど話した通り、女は継承権を持っていない。そこでもう男ってことにしたのか。ああ、これはセロニカでも知らないかもな。それからは話が早かったな。王政を維持したい者たちによって我は男として、旧世の神王として表舞台に立たされたのだ。要は傀儡だな。これは厳重に秘匿された情報のはずだ。記録としても残っていないだろう。うわあ、すごいお宝話。こんなとこで聞いちゃったわ。だからこそ確かめようがないのだが、どうだ、我が王だと信じる気になったか。まあまあ、そもそもそんなに疑ってはないんだけど。レオリオだったらここで実際に確かめてみねえとわかんねえなっていうとこですけど、まあそんなことはしませんよ。ハンターハンターのレオリオだったらね。じゃあ次は、王は女性らしい。この人から聞いたのよ。この話題、この人に投げることに意味あんのか。スパイク王。スパイク王って女性らしいですよ。そうだ、我が言ったんだからな。そんなに疑ってる。すいません、そういうんじゃないんですよ。選択肢があったからさ。店の外について、これも聞いてないかな。これってどこで聞いたんだっけ。外には月しかないな。この建物と月だけが浮いている、そんな世界なんだろうな。店から出られないのだから外について考えてもな。まああまり外に出ようっていう意欲がある人には見えないね、スパイク王も。月について、大きな月だな。模様もないし、ずっと満月だし。まあ怪しいもんだけどね、あの月の存在も。我の記憶違いかもしれんが、国で見た月と別物に見えるな。月の表面が綺麗すぎる。あ、やっぱりそれはみんな思うよね。月には踊り子の模様が見えるものだろう。あ、我が国ではウサギなんですけど。あ、気候の国ではカニ。ウサギでもなくカニに見えるそうだな。まあこれってほんと国によって違うっていうよな。ガラスパンから聞いたぞ。だいたいウサギっていうのもしっくりきてないからね。
どこがウサギじゃいって思ってますけど、まあまあ。ガラスパンから聞いたぞ。まあ、ガラスパンさんと俺、エビアイスは同郷なんだな。セロニカもそうなのか？でも王と普通に共通言語で喋れてるから言語の問題は発生してないんだよね。あ、ここに来た経緯、これ気になるな、この質問。これさ、これ確かセロニカと話したんだよね、このムーンパレスに来た経緯の話で。セロニカは俺と完全に一致する話をしてたんだよな。元の世界のムーンパレスというファミレスにいて注文を待ってたらいつの間にかここにいたと、全く一致する話をしてて、みんなそうなのかなって思ったんだけど、それ聞いた時、この人はそのはずないもんね。ファラオがムーンパレスにいたわけないもんね。だからちょっとこの人には聞いてみたかったんだよな、これ。経緯か。うむ。あまり他人に話したくない事情があるのだが、あ、じゃあいいっすよ。まあ、端的に言えば、あるものに逃がされたんだ。あ、セロニカが言ってた、本当は侵略戦争があったんじゃないか、みたいな話も。ちょっと、現実味を帯びてくるね。この話はこれで終わりだ。まあ、あまり話したいことではないでしょう。だとしたらね。ああ、そんなに詳しいことは聞けなかったな。その逃亡先にムーンパレスがあったとか、そういう話じゃないよね。ファミレスが存在する世界観の人じゃないもんね。もっと詳しく聞きたかったとこだけど、じゃあ次、脱出する方法。我は知らないぞ。考えたところでどうにかなるものではない。無理にとは言わんが、宿命として受け入れるのが楽だと思うぞ。いや、本当にこの人は意欲がないね。やがて出られたら行幸だとでも考えてな。いや、まあ元の世界でそんなにいいことがなかったのかな。だから別に帰りたくない。まあこれまでの話だとそういう感じにも聞こえるね。だからまあ帰りたいっていう意欲があるのはセロニカとガラスパンさんだけなのか。ドリンクバーについて、あ、いや、この辺の話はしたっけな。好きな飲み物とか、月の絵画について、これはあれだよな、セネズの部屋の前にあった絵、顔のある三日月の絵画だな。美術に造形が深くはないが、あれには妙に惹かれるな。月が動き出しそうな気がして見つめてしまうのだ。そうっすか。俺はそうは思わないですけどね。もちろん動いたことなど一度もないが、とか言ったらまた無礼だなって言われちゃうわ。気候は無礼だなって。暇じゃない急にフランクなんじゃこの質問。これってなんか前回最後に自分の席に戻った時に入手したが、あれだっけ、話題だっけ。そうだな、暇っすよね。ここ我もかつては退屈に悩まされていたが、案外工夫次第でどうにでもなるものだ。我はここしばらく散歩をして過ごしている。この中で目を閉じ、森へ続く小道を歩いていると想像するのだ。そして一歩一歩足裏の土の感触を想像する。ああ、そのもうイマジナリーお散歩ってことですね。初めは難しいかもしれんが、まあ数千年の時をここで過ごしてたら、もうそのぐらいはたやすいことでしょうね。慣れると現実との見分けがつかないほど鮮明になっていく。仙人じゃん、もう。仙人がやるみたいなことやってる。そうなればもう自由だ。好きに森を歩き回れる。どうだ、気候もやってみるといい。考えときます。まあこうは言ったものの、別に一人で時間を潰す必要はないのだぞ。幸い気候は一人ではない。ムーンパレスの住民たちと他愛ない会話に興じるのも悪くないだろう。今みたいに。って言ってもな、あ、雑談しようだって話題。あ、でも早速雑談しようぜ、ファラオ。っていうか、なんか、なんだろう。前回の動画ではまだぐるっと一巡しただけだから、わかんなかったけど、多分やっぱ特定の人物にしか話せない話題ってあるよね。全部出てるわけじゃないもんね。例えばさっき入手したラテラって誰っていう話題とかはこの人には使えない、表示されてないので。じゃあ今残ってんのはこれだけかな。雑談しようぜ。うむ、構わんぞ。さて何を話そうか。我が国フォースプーンについてはどうだ。散々したけどね、その話さっき。
フォースプーンは南北を険し、あ、まあまあ国そのものについて、あ、聞かせてよ。エビアイスは全然この国知らないもんね、セロニカと違って。南北を険しい山々に挟まれた谷間に位置する国だ。そして西にはグステン公国、ここと統合したんだよね。東にはセースルトミアと2つの大国に挟まれていた。2国の関係は良好なものではなかったな。いつ争いが始まってもおかしくない。そして来たるべき戦いを見据えると、我が国は両国にとって地理的に重要な拠点になり得た。それゆえ我が国は張り詰めた糸の上を歩くような立ち振る舞いを求められたのだ。まあ水面下では二国間の貿易を中継ぎして利益を得たり、甘い汁も吸っていたのだがな。ああなるほどね。ああ仲介手数料を取ってたわけだ。間に入ることで存続のために必死だったのだ。いやー大変そうだな。性別を隠して王の仕事やって、まあ自分では傀儡とは言ってたけど。そして我らは利益に目がくらんで一線を越えてしまった。お、そんな話までしてくれんの。グステンから賄賂をもらった我が国の商人の一人が、スルトミアからグステンに引き渡す荷物を秘密裏に廃棄したのだ。え、なんかそういう些細なことがきっかけで戦争になったりとか、あーやっぱりするんだ。別に重要な荷物ではなかった。しかし火種として十分すぎた。きっかけさえあれば後から何とでも言える、そんなもんだよな。いやーしょうもないって思うんだけどね。グステンは我が国とスルトミアが裏で結託し、グステンを貶めようと企てているとして、グステンにとっての自衛戦争を起こしたのだ。フォースプーンが戦地となってもうめちゃくちゃだったよ。ああまあほんと、もう本当に生きてた時代が大変すぎて、やっぱりこの人はそうだね、元の時代に戻りたいってそんなに思ってないんだね。それから間もなく我はムーンパレスに至った。逃がされたって言ってたもんね、さっき。その後のことは知らない。なんというか教訓めいているだろう。うん、雑談らしくなかったな。いやすげえいい話っすよ。いい話っつったらあれですけど、貴重なお話、興味深いお話でしたよ。ちょっとファラオのエピソード強すぎるって。この後になんか俺の話とかできないもん、あまり経験がなくてな。いやでもなんかたまにはみんなで一つのテーブル囲んだりしようよ。なんかまた新しいの手に入れたら高貴なる雑談。おい雑談続くじゃん。我が国には、王に代々受け継がれている秘宝があってな。それは金属製の小さな箱で、中を見ることは王にのみ許されていた。我が王位を継承した際にもその箱を受け取ったのだが、その晩一人になった機会に箱を開けてみると、中身は空だった。慌てて箱を調べると、蓋の裏側に小さい文字で文書が彫られていた。我が血を引く王たちへ、この箱の中身は何者にも知られてはならない。決して絶やさず次の王へ引き継がせよ。秘密は国を守ってくれる。はあ？とのことだった。我はなぜ箱が空だったのか、二つのケースを考えた。一つはもともと箱の中には重要な宝や機密が入っていた場合。いや、空っぽで合ってるんじゃないの、その場合。空っぽだけど、この中身は秘密にして受け渡せ。なんかロマンチックな雰囲気あるけどね、それ。まあでも一つの可能性としては、本当に機密なものが入ってて、継承を繰り返す中でいくつかの王が中身を紛失したが、誰にも言えずに我まで届いた。もう一つが、そもそも箱には初めから何も入っていなかった場合。なんかこっちの方がかえってロマンチックに感じるけどね。箱の発案者は王だけが知っている秘密があるという情報が国を守る力になると思っていた。あーなんかその秘密があるっていうこと自体が権威につながるっていう、そういう考えね。前者なら失敗してるし、後者でも失敗しているフォースプーンは滅んだ。いやそうなんすけど、すいませんこれ笑っちゃいけない話っすか。すいませんファラオ。それでも当時は後者の場合を考慮して箱を守り通そうとしていたよ。いやまあこれ本人にとっては深刻な話ですよ。いやなんかこの人が元の世界に執着してない理由がなんとなく分かった気がするね。なんかどっかもしかしたら抜けがあるかもしれないけど、まあだいたい全部お話ししたはず。サンキューファラオ。
まあ、この調子でまた新しく入手した会話デッキを使ってみんなとお話ししましょうか。じゃあここも本当別に調べられるとこ他にないよな。セネズの部屋です。でセネズに対しても、いやまたますます増えたじゃない。え、この高貴な雑談他の人にもできんの？何が高貴なんだよ。どれから行こうかな。前回はセネズは2番目に話しかけた人だから、セロニカとガラスパンさんの話をまずしてみようか。セロニカについて、あの男の人ですよね、最近来たらしいじゃん。あいつ正直少し怖いです。被害妄想だとは思いますが、あの人と話してるとその何かを追求されてるというか、ああ、そういやセロニカなんか疑ってたな、セネズのこと。あの人怪しくないですかつって。まあ怪しいっていうのはつまりセネズがムーンパレス側の人間なんじゃないかっていうことを疑ってんだよね、おそらく。まあその可能性ゼロじゃないよな、こっちの目線でも。この部屋に何があるのかわかんないからね。このムーンパレスを維持するための設備が入ってるのかもしれないし。まあとにかくその感じはセネズも感じてるわけだ。何かを追求されてるというか責められている気がしてくるんです。優秀な人が持っている残酷さみたいなものを感じます。あー、確かにそうだな、あいつ自分のこと賢いと思ってそうだな、腹立つわ。でもきっと私のせいだ。いや、わかんないけどね、まだそんな深くは接してないから。え、私のせいだって何、何、何、もっと聞かせてよ。気になるとこで切るじゃん、話。あ、まあ私のせいだって、まあ私がこんなんだから、うん、疑われてるんだ、責められてるんだっていう話ね。じゃあガラスパンさんについて。ガラパンさんすか。あの人は私の次にやってきました。いや、そうなんだな、この人一番古くからいるっていうのも、やっぱそれ疑う理由にはなるよね。ああ、一番古くからいてこの部屋にこもってる。まあ疑われるには十分な理由はあるわ、正直。で、あ、ラテラという方、一緒に来た人ね。それ聞きましたよ、ファラオからも。ラテラという方が心の支えになっていたみたいです。結構仲が良かったみたいでした。それが突然いなくなってしまったそうで。いや、このムーンパレスでどうやって消えんねんっていう話だけど、それはセネズも知らんの？それからはいろいろとあったのですが、今は楽しそうに振る舞っていますね。ああ、振る舞っているっていうのが本当はそうじゃないっていうのをやっぱみんな感じてんだね。あ、これ重要な話だぞ。この話題は多分この人にしか使えないやつだよね。何に怯えているの？確信に迫りましょう。あえなんだよ、ちょっとした雑談ですよ。そう、店の外ですよ。そう、あの暗闇です。ま、前にも話したじゃないですか。話したっけ？大して話してないだろ。すいません。ただ、とにかく怖いんです。いや、広い空間が怖いみたいなこと言ってたんだっけ、前は。いや、結局大したこと聞けなかったな。いや、まあ何かを隠してると思われても仕方ないとこはあるな。ところでケーキってある？ありません。ケーキの話した時みんな冷たくない？なんで？スパイク王って実は女性らしいですよ。はあ、そうなんですね。全然食いつかねえじゃん。なんかもうちょっとあってもいいだろ。もうちょっと食いついてもよくないですか？これお宝情報ですよ。親切ですよ。いや、もうケーキとファラオに対する食いつきが悪い。店の外について、もうちょっとどれを聞いてないのか分かんなくなってきてるけど、外何もないですよね。外には出られないみたいですが、その方がいいと思います。あの虚空に落ちてしまったらと思うと、ひっ、あー、ゾッとします。いや、本当にそれだけなのかな、外に怯えてるだけなのか、この人は。分かんないね。月について。月、ああ、とても、何でも怖がるじゃん。ケーキのことは怖がってなかったけど。ひゅ、ああ、あまり月の話は。え、
暗闇だけが怖いんじゃないの、月も怖いの、なんなんこいつ。あまり月の話はしたくないです。部屋の目の前に月の絵飾ってんだけどな。いや、ちょっと本当に謎が多すぎるな、ダントツで。いや、ファラオは全部話してくれたよ。あれが王の器ですよ。自分のこと全部話してくれたな、結局王は。ここに来た経緯、あ、これも大事な話だ。経緯、きっと皆さんと同じです。元の世界ではなんか屋敷の管理人をやってたんだっけ。ツェネズはファミレスに行って、あ、それは一致するんだ、この人も。これガラスパンさんに聞いてもそうなのかな。でも王だけは違うよね。ファミレスがあったわけないんだから。逃亡先にたまたまファミレスがあってなとか、そういう話じゃないんだから。注文して待ってたらここにいたんです。同じだわ、エビアイスと。それからずっとこの部屋にいます。あー、脱出する方法、ここから出る方法ですか。それができれば全て解決するのですが。ああ、大した話は聞けず、ドリンクバーとかの話は前回もした。月の絵画の話も、まあ絵ここにあったんだからしてるよね。ああそうだね。あとはミルクの話もしてて、なんかさ、暇じゃない。私は別に。あ、あなたは退屈してるのですか。してるわ、全員してるわ、お前以外。いや、王もしてないのか。いつでも散歩できるからな。それならこれをどうぞ。ん？ちょっとは気が紛れるはずです。ちょっとやばい薬じゃないでしょうね。オープニングで見たあのカプセルじゃないでしょうね。あ、初めての展開だ。今まで人と会話するしかなかったけど、セネズが何かを差し出してきた。これは間違い探しの本だ。まあファミレスといえばよね。もうファミレスっつったら間違い探しよ。自分のテーブルに置いておこう。気が向いたらやってみようかな。向いたらね、なんだ、すげえ大事なもんかと思ったじゃん。いや、まだ大事なものの可能性はあるか。じゃあそれはまあまた後で見るとして、この部屋そんなのあるんだ。これもう一回聞いたらどうなんだ。暇じゃない、なんか。そのよかったら間違い探しやってみてください。ああ、さっきもらったやつね。じゃあ雑談しようぜ。え、わかりました。私が話すのですか。そうですよ、さっきもそうだったんだから。王から一方的に話聞き出してただけだったんだから。エビアイス全然自分の話しねえもん。私泣いたことがないんです。その雰囲気で。私こんな感じなのに変ですよね。ロボットとか AI とかの類じゃないよね、ツェネズ。きっと 体質とか言ってっからな。違うのか、そうではないのかな。体質的なものだと思うのですが、どんなに怖かったり悲しかったり惨めな気持ちになったり心が動かされたりしても、体が震えたりうまく息ができなくなったりはするのに涙は流れないんです。え？ AI かこいつ。自分を人間だと思い込んでる AI か。だから泣ける人が少し羨ましく思います。涙って冷たいのかな。また別の雑談入手した。なんか雑談の幅がすごいな。高貴なる雑談。しましょうよ、セネズさん。突然ですけど、尊敬する人とかっていますか？今だったら、スパイク王かな？珍しい。これ自分のセリフかな？いないかも。あまり人と関わってこなかったからじゃ。こいつらの会話つまらなすぎるだろ。そうですか。どうかしたの？いえ、盛り上がらなすぎるだろ。まあ壁一枚隔ててるからな。盛り上がらなくても仕方ないか。ささやかな雑談でいいよ。じゃあ最近はここでじっとしてると、あなたが歩き回ったり他の方と話しているのがうっすらと聞こえます。今までで一番賑やかです。ですが、あなたが自分の話をするのは、いや、そうなの、こいつ自分の話してねえのよ。みんなにあんなにこれでもかと質問してんのに、あなたが自分の話をするのはあまり聞いたことがありません。いや、今の
話を聞いてもなお自分の話しないの、エビアイスは。怖い怖い。エビアイスが一番怖いんじゃないか。メンタリティ、まあ一通り聞いたかな。でも間違い探しという貴重な物資を入手しましたね。人とだけ話してるけど、別にドリンクバーとか、あ、そうやね、エントランスとかで新しい情報はないよね。じゃあ次はガラスパンさんかな。ていうかこの見取り図見ると階段とかもあんだよね。これ階段の上って登れるようになったりすんのかな。じゃあガラパン、あ、ちなみにさ、ガラスパンさん黒いお酒好きだけどさ、これ黒いお酒注いで、いや、まあ似たようなこと前回ファラオにやったっけ。なんかこういうことしたら乾杯できたりしないのかな。黒い液体で満たされている。あ、っていうかこれあれか、向かいの席にグラスあんのお友達のってことか。ラテラさんだったかな。じゃあその話ができるね。ああ、うわ、やっぱこれなんか元の世界とか一緒に来た相棒とかにもう大未練あるね、この人は。それがちょっと他のメンバーと違うところだな。他のメンバーそこまでの大未練は感じないんだよな。じゃあセロニカについてはこの人としてないね。あの長い前髪の人だね。君と同じ新入りだ、仲良くしなよ。そうだな、彼が随分知恵が回るね。状況を飲み込むのも早かった。あー、確かに。すぐに本当に死ねないのか。え、怖い怖い怖い、最高野郎じゃん。ちょっと一番近づきたくないかも。すぐに本当に死ねないのか試そうとしたのには驚いたよ。でもまあ、いや怖い怖い、持っていたペンで自分の首を刺そうとしたんだ。いやー、まあでもそういう人間、本気で脱出を目指す上では頼りになるのかな。一番頼りになる人間とも言えるのかな。どうなるのか君も試してみるといい。嫌ですね。お、首を刺した顛末、痛いのは嫌だ、本人に聞くことにしよう。はあ、セロニカ最高野郎説。あれ、ガラスパンさん本人にガラスパンさんについてってちょっと別に聞いたっけ。あ、聞いたな、聞いた。あい、クジラの呼吸ね。掃除機を設計してた、デザインしてたっていう話。これも何か意味を持ったりするのかな。うわー、よくこんなこと聞けんな、寂しいちょっとセロニカとエビアイス最高野郎ですね。寂しい？ガラスパンさん。はあ、そりゃあもう寂しいさ。あ、はあ、そこは素直に自分の気持ちを吐露する人なんだね。ここにいるみんな多かれ少なかれ同じ気持ちだと思うけどね。そうなのかな、他のメンバーからはそんなに感じてないんだよな、そういうの。まったく君はズケズケ聞いてくるね。調子が狂うよ、自分の話はしねえのにな。あー、てか黒い酒持ってきた意味多分なかったな。いやこれも確信ですよ、ラテラって誰、聞いちゃおう。王様からゼネズが言ったな、もう。いや、いいよ、王様のこと王様って呼んでんだいや、いいよ、隠してるわけじゃないさ。友達だよ、ここに一緒に来たんだ。永遠も彼女と一緒なら悪くないと思ったんだけどさ、ある時突然いなくなったんだ。ムーンパレスから誰も出られない。必ずしもそうではないらしい。ただ望んで出られるものではない。そうだな、首にペン刺してもいなくなったりはしないんだもんな。彼女こそ永遠を望んでいたから。あ、はあ。望むものと別のものを与えるのかな、このムーンパレスは。どうだろう。ケーキの話はした。あ、あのさ、スパイク王って女性らしいんだわ。知ってるよ、前に聞いたから。なんだ、聞いたのかよ。まあそうか、新入りの俺にあっさり話すんだから、そりゃ聞いてるか、何千年も一緒にいるガラパンさんは。あ、そんだけ。一瞬で終わった。店の外について、ちょっと待って、もう どれを話してないのか分かんないな。店の外についての話題はこれ確かエントランスで入手した話題だから、月についても。
順番的に前回ガラスパンさんには話してんじゃないかな。ここに来た経緯、これ気になるね。でもガラスパンさんは同じだろうな、どうせ。多分君とそこまで変わらないと思うよ。ここに来た経緯、ずっと前のことだから曖昧だけど、夜中に同棲してる友達とファミレスに行ったんだ。あ、それラテラさん？ムーンパルスって名前の、一緒に暮らしてたんだ。何を頼んだんだっけ？ソフトクリームとドリンクバーじゃないの？お腹冷やすセット。それで雑談しながら料理が届くのを待ってたんだけど、いやでも料理っていうくらいだから違うか。別に特定のメニューを注文することがトリガーとかそういうことではないんだな。いつまで経っても来ないから確認してみようとしたら、店の様子がなんだか変なことに気がついたんだ。それで二人で探索していたら扉越しにツェネツと出会って、なんとなく状況を理解したっていう感じかな。ツェネツも動揺していたよ。ずっと一人だと思っていた。まさか人がやってくるとはってな。なのにすでに扉の中いたの？いやー、ちょっとな、うさんくささどうしても出るようなツェネツは。それからまあいろいろあったよ。それは君もこれからたどる道かもしれない。だからあまり言わないでおくよ。楽しみは取っておいた方がいいでしょ。まあそうだな、永遠を過ごすかもしれないんだからな。少しでも楽しみは取っておいた方がいいかもしれないね。じゃあ本当そうだな、ファラオ以外は全員同じこと言ってんね。ファミレスに来て注文を待ってたらいつの間にかここにいた。なんかこのメンバーに共通点とかあんのかって思ったりしたけど、全員エビアレルギーとかね。まあまだまだわかんないね。全員エビアレルギー説は言っときます。当たったらすごいぞ。脱出する方法わからないな。脱出か、ああ、いや、これは前回もう聞いたか。はい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 。ラテラさんは聞いたんだもんね。望む者には与えられない。深みのあるセリフだな、いろいろ知った後だと。じゃあ、まあ、割と話してるな。上の4つだけかな、残りは。なんかさ、暇じゃない最近。暇だね。とうの昔に、読み方がわからないです。脱出の術を探すのもいい暇つぶしだったけど、どうせ無理なのかって考えが頭から離れなくってさ、嫌になってやめちゃったんだ。まあ考え方を変えれば退屈だっていう気持ちは、自分の有限性を持て余していることから感じる焦りなのかもしれない。ここは永遠のファミレスだから、君も私も退屈なんて感じる必要はないのかもね。いやー、なんかこの人はメンバーの中で一番悟った感じのセリフを吐くけど、それっていろいろあがいて絶望した後だからだよね、多分。だからかえって他のメンバーよりも悟った感じのことを話すんだ。いろいろあがいた後だから。私はこれからもぼんやり過ごしていくよ。っていう意味で、なんか背景にあるドラマはなんかこの人が今んとこ一番深い感じするよな。いや、まあ王の背景もなかなかではあったけど。じゃあ雑談しようぜ。え、いいけど、君にとって君にとって今までのは雑談じゃなかったの？今までのは情報収集だよ、雑談じゃねえよ。バカ言うな。じゃあ雑談始めようぜ。そうだね、よく人に話す話をしようかな。ムーンパレスにやってくる前のことだけど、会社へは地下鉄で通勤していたんだ。首都の地下鉄みたいに動けなくなるほど満員ってわけではないけど、まあそれなりに混んでるんだよ。それでドアの前で立ってぼんやり外を眺めながら会社の最寄りまで行くんだ。その日も他の人変わりない日だったんだけどね。降りる駅から3つくらい前の駅で止まって、私が立っている方のドアが開いた時見えたんだ。ホームのベンチの下で一匹の金色のカブトムシが動いているのが。なんでって思ったよ。虫に詳しくないからそういうカブトムシがいるのかよくわからないけど、いるとしてこんな場所にいるのって思って、そんなことを考えていたら無性に電車を降りて確認したくなったんだ。ああ、実際は別のものだったりしたのかな、金色のカブトムシ。
でもそんなことしたら会社に遅れてしまう。そうして迷ってるうちに、あ、なんだよ、確かめなかったの？ドアは閉まって電車は発車した。金色のカブトムシは見えなくなっていった。それからしばらくは仕事が手につかなかった。アイデアも全然湧いてこない。ずっと金色のカブトムシが頭から離れないんだ。いやー、好奇心に従わなかったのはクリエイターとしては失敗だったかもしれないね。まあ会社員でもあるから仕方ないけど、根拠はないのに考えてしまうんだ。結果的に生産性を落としてしまって、あれはあのカブトムシは出口だったんじゃないかって。出口？何言ってんのこいつ、行かれたか。売って大金持ちになるとかじゃなくて、もっと端的な出口、あのカブトムシを手に取っていたら何かから抜け出せたんじゃないかって思ったんだ。という話なんだけど、なんかクリエイターっぽい話すんなこの人、ほんと楽しんでくれたかな。いや俺は好きだよ、ガラスパンさんの話すごく。でなんかまた新しい雑談メニュー出たじゃん。高貴なる雑談いきましょうか。ムーンパルスは働く必要がないのがいいよね。というか仕事が存在しない。まあ実のところ私は結構自分の仕事が好きだったから物足りない気持ちもあるよ。めっちゃ大変だったけどね、デザイナーね。前も言ったかもだけど、掃除機とかのデザインをしていてさ、きっと君も使ってる掃除機のデザイナーが誰かとか気にしたことないよね。ないね、ないわ。それが逆に好きだったんだよ、意識されないところが。あー、なんかかっこいいセンス持ってんな。特に意識もされずに世界に馴染んでいる。そういうものを作っているのがなんだか誇らしかったんだ。今私の頭の中には厳選された14の掃除機のアイデアがある。もし戻れたら、いやアイデアが湧き出るね。いや期待を抱くのはやめておこう。求めるものは手に入らない。数千年分のアイデアを発揮できるってわけでしょ、元の世界に戻ったら。求めるものは手に入らない。その相棒のことでそれを思い知ったのかな。よく言うねそれ。じゃあささやかな雑談。こんなところにやってきて死ねない体にもなっていて、数十万年も生きてさえいるはずなのに。数十万年？いやまあちょっともうこの人の時間の感覚が正確か分かんないけどね。時計もないって言ってたし、時計もカレンダーもないから、まあまああくまでも体感だけど、未だにお化けとかのことがしっかり怖い。なんでだろう、怖いものは怖いんだよ。セネズの部屋の前とかも暗くてあまり近寄りたくないよ。なんか出そうで。あそこなんか薄暗いもんな。明かりないのかな、あそこ。もしかしてこの月明かりだけで暮らしてる？このムーンパレス。あ、だからこういう色味なのか、なんか画面の色も。なんかそう考えるとすげえおしゃれに見えてくんな。いや、わかんないけどね。違うかもしれないけど、普通に伝統あるかもしれないけど。私に怖い話は禁止だからよろしくね。だからさ、あの、ツネズのとこが暗いのも、窓から遠いからなのかな。窓側は明るい雰囲気あるもんね。こう、月明かりなのかな、やっぱり。じゃあ、今できる最後だ。失われた雑談。友達から本を勧められて貸してもらったんだ。タイトルは忘れたんだけど、ミステリーの名作古典とされてるやつでさ、彼女が言うにはその本は驚愕の真相で界隈を揺るがしたらしいんだ。あまりに熱心に話すものだから私は普段は本を読まないけど読んでみることにしたの。驚愕の真相といっても基本は古典的な推理小説だからどこか既視感があってね。古いホテル、客人たちの顔合わせ。殺人が起き警察が駆けつける。客の一人がかの有名な名探偵だと判明、捜査が始まる。いやー、古典って感じだ。ね、なんか聞いたことある感じでしょ。それで慣れてないのもあるんだろうけど、飽きてきちゃって。斜め読みしながら衝撃の真相が何なのかを予想していったんだ。一人称視点の人物が犯人、殺人に見せかけた自殺だった。実は誰も殺されていない。まあ、この辺はどれも使い古されてる感あるけど。まあでもその小説自体が古典的なものなんだったらありえるかもね。この辺のトリックがまだ一般的じゃない時代の作品かもしれないし。犯人は人食いインコ、全員火星人で舞台は地球じゃない。同じ名前の登場人物がいる。ミステリーのタブーを犯しまくってる。ああ、同じ名前の登場人物、まあこの辺は想像だけどね、ガラスパンさんのとかね。
いや、期待しすぎるとがっかりしちゃうぞ。で、そうしてるうちに不安になってきたんだ。真相が想像を下回っていたらどうしようって、そういうもんでしょ別に。なんか物事に期待しすぎる人なのかな。別にそれはそれでいいだろうと思うんだけどね。別に突然ティラノサウルスが現れてホテルの人々を皆殺しにしたって驚きはするけど、でもそれだけでしょ。そしてきっとなんか別に読まなくてもよかったなって思う。それで結末を知る前に読むのをやめちゃったんだ。元の世界に戻りたいとも思わなくなったけど、こんなことになるなら最後まで読んで失望するべきだったかな。なんかガラスパンさんのお話は文学的だな。なんか好きなんだよな。別にオチとかない感じが文学的。じゃあこんなところですか。じゃあ次で2巡目最後になるね。セロニカ、王の話とかいろいろできるぞ。まあ前回最後に話しかけた人だから使ってる話題もたくさんあるけど、ああこれ聞こうか。首を刺した天末、お前やべえことしたらしいな。ああガラスパンさんから聞いたんですね。なんでそんな感じなの。怖いよこいつ彼女が自分の首刺した話をさ、ああ聞いたんですねって、彼女がここでは死ぬこともできないと教えてくれたんです。周囲の状況からして常識が通用するような場所ではないことは分かりました。異常な状況では正気と狂気は逆転します。だから怖くはありましたが確かめてみようとしたんです。それでペンを首めがけて突き刺そうとしたのですが、ふっと力が抜けてあと少しのところで腕が止まったんです。力を込めようとしてもダメでした。言葉にするのは難しいのですが、それで死ぬことができないという意味が分かりました。驚異的な再生力を得るとか死んでも生き返るとかではないんです。強制的なルールとして死が禁じられている。いやもう本当に地球の常識が通用しない。ゼネズの言ってた通りだね。そんな感覚でした。別に死のうとしていたわけではないので、そこは安心しましたよ。ちょっと待って、ごめんね、なんか別に話ちゃんと聞いてたけど、もう一回聞かせて。ペンを首めがけて突き刺そうとしたら、ふっと力が抜けてあと少しのところで腕が止まった。だからまあこのムーンパルスでのルールが自分の体とか意識とかそういうものに作用してるってことだよな。力を込めようとしてもダメでした。なるほどね。まあ一応覚えておきましょう。別に役に立つ情報じゃないと思うけど。ケーキの話も聞いたはず。あ、お前知ってっか、セロニカ。王って女性らしいぞ。それって本人が言ってたんですか。来た来た来た、やっと食いついてくれたわ。ああ知ってますよって言われ続けてきたから、それが何かみたいな感じだったから、ずっと。それって本人が言ってたんですか。なるほど、そうだとすれば王に子孫がいないのも合点がいきますね。身ごもった場合男でないとバレてしまいますから。しかしそこまでして制度を維持したいものなんですかね。なんだかグロテスクですね。あまり関係のない話ですが、どうした。王様が女性ということは男は僕だけになるんですかね。あ、やっぱそうか、エビアイスも女性なのか、この感じだと。唯一の男性がセロニカ。ここに法則を見出そうとするのはさすがに考えすぎか。いや、つってもセネズの性別だって誰も確かめたわけではないわけでしょ。声だけで判断してるってことでしょ。どうだろうな。それなりに意外なことではありますが、重要なことではなさそうですね。店の外について、月について、この辺の話はすでにしている。そうだな、使える話題がまあセロニカに対してはもうそんなに多くないかな。うん、王は女性らしい。驚いてくれたな。なんか暇じゃない。まあ暇かと言われたら暇ですね。なんとなく現状は理解してきました。少なくとも簡単にここから出られるわけではなさそうです。会話と飲み物を飲むくらいしかやることがありませんね。これからも暇なんでしょうね。あ、そういえば飲んでなかったな、黒い酒。ガラスパンさんの前でみんなで TRPG でも作ってやりますか。ああ
永遠のファミレスじゃなくて永遠の図書館ならよかったのですが、ああそうだな、まだ時間潰せたかもな。もちろん普通の本がある図書館ですよ。ランダムに生成された文字列などではなく人が書いた本です。いやー暇ですね。ねー、じゃあ次、雑談。え、か構いませんが、なんか雑談にみんな乗り気じゃねえな。まあ雑談と言いつつ一方的に話をさせてるだけだからね。雑談ってもっと自然に始まるものではないのですか。いざ雑談しようなんて言われるとなんだか身構えてしまいますね。そうだな、ザブドワーフって知ってますか。あえて安くなら前後も物の前後関係が判断できないという症状です。例えば僕の後ろ、窓の向こうに月が浮かんでますよね。え、それがもう距離感がもうなんか全く認知できないとかそういうこと。ザブドワーフ、あなたがザブドワーフなら僕と月のどちらが自分の近くにあるのかわからないんです。距離感が判断できない、はーっていうやつ。それに直感に反するかもしれませんが、2つのものが重なっていて、後ろのものが前のものに遮られていても前後関係が判断できないそうです。もう平面みたいに見えてるってことなのかな。右と左を即座に判断できない左右盲ほど有名ではありませんが、 そっちの方が聞いたことはあるね。これがサブドワーフです。不思議ですよね。というのは僕が先ほど雑談っぽいことしとる。こいつ雑談力高え。ちょっと見習いたいかも、この雑談力。雑談しようって言われてとっさにこの作り話でっち上げたの。いや、ちょっと怖い怖い、怖くなってきたわ。詐欺師じゃんこいつ。詐欺師やってたりした。というのは僕が先ほど考えた造語なのですが、実在すると思いますか。雑談って難しいですね。いや、すごい驚いたよ。度肝抜かされたわ、お前の雑談力に。あ、なんかもうみんなそれぞれになんかあれだね、雑談のコマンドが増えるようになってんだね。一人一人雑談したら、無双者の雑談。ここの飲み物や砂糖などはつきませんよね。もし科学の幅広い知識があったなら、これらの無限の資源から発電したり物質を生成したりできたんですかね。そして最終的にここから脱出できる何かを作ったりできるのかもしれません。さすがにそれは無理でも相当な時間をかければ機械なんかも作れるかも。パソコンとか。でもインターネットがないか。いやー、飲み物と砂糖だけじゃ限界はありそうだけど。まあでもそれらは無限にあるもんな。そっから何かを生成できる可能性。あんのかな。次に誰かがムーンパレスに迷い込んでくるなら、天才科学者とかがいいですね。なるほどな。このムーンパルスでドクターストーンが始まっちまうわけだ。高貴なる雑談。僕、幼少期の記憶がほとんどないんです。幼少期というか学生時代の記憶もほぼないですね。学生時代って広いだろ。結構過去を思い返すようなことをあまりしたことがなくて、反芻しないからどんどん忘れていくのでしょうね。前しか見ていないというと聞こえはいいですが、別に将来のことも何も考えてないんです。普段何を考えていたのか思い出そうとしてるのですが、全く浮かびません。いや、まあ前しか見てないは割と納得はあるけどね。ペンで首を刺そうとする行動力とかさ、そういう感じじゃん。ささやかな雑談。大した話ではないのですが、職場の同僚に、あなたは明日世界が滅びるとしても歯磨きをしそう。っていうか、仕事の話って聞いたことないな。すっと職場とか言ってたけど、あれ聞いたっけ。あれ、セロニカの仕事の話忘れてるだけかって言われたことがあります。あ、まあ世界が滅びるって分かっててもいつも通り過ごしそうってことね。それはもう磨きますよね。どうかな、磨かねえかも。歯磨きなんて明日があるからすることだろ。いやそうとも言い切れないか。別に明日のこととか考えなくても、なんとなく気持ち悪いからで歯を磨くことは全然あるか。どうだろうな、まあその時の気分次第だろうな。磨かなきゃっていう義務感はもうないかもね。少なくとも
どうだろう、磨かないかも。あ、エビアイスは磨かないと。そういうものなんですかね。磨きたいな。いや、でも難しいな。考えてみるとむしろ身を清めておこうって感じになるかも。全然絶対必要ないんだけど、風呂入って歯磨いてしっかり身を清めておこうって気分になるかもしれない。滅びるって分かってたら。なんでだろうな、別にそんなことしても意味ないとは思うんだけど。あ、ちょっとだけ共感しちゃった。磨きたいな。失われた雑談、これで最後かな。ムーンパレスから出られるなら出たいですが、出られないなら出られなくてもいいと思えてきました。もう？まだそんなにここ来てから日経ってないんでしょ。お前も帰ったらやりたいことも浮かびませんし、ほんとあまり執着してるやつがいないな、元の世界に。ガラスパンさんが一番それ考えてるね、元の世界のこと。元の世界に特別大切な人がいるわけでもないです。身寄りは幼い頃からいません。別に僕がいなくなったって誰かが悲しむわけではないでしょう。感傷に浸ってるわけではないですよ。ただ僕が執着するものも僕に執着するものもほとんどないことに気がついたんです。僕は今まで何も追わずに生きてきたんだなと実感します。流れに身を任せて海を漂っていたようなものです。座礁したのがたまたまムーンパレスだったのでしょう。なるほど、まあセロニカの人間性もちょっと見えてきた気がするな。自分にも他人にも執着心が薄いっていう感じはするね。元の世界に執着してないっていうのもこのメンバーの共通点だったりする。いや、ガラスパンさんはまあこのメンバーの中では執着心まだあるように感じるけど、でもそれは友達がいなくなったからであって、もともとはね、友達と一緒なら別に永遠も悪くないかみたいなことを言ってたんだもんね。いや、まあまあこれで二巡しましたね。また一周一通り全員と会話をして、とりあえず自分のテーブルに戻りましょう。間違い探し増えてる。これもらったやつだよな、多分。なんか話すこともなくなってきたな。まあそうだな。だから私以外はみんなあちこち動き回らずに一人でいるんだ。そりゃ何千年何百年もいたらね。あ、話すことがないという話題。おお、苦し紛れの雑談。じゃあまあまあこの一周ね、またぐるっと回る過程で手に入れた話題もあるので、また次回は同じように、もうこれ繰り返しだな、ファラオから順に新しい話題で話しかけてみましょうっていうのを繰り返してたら、いつかムーンパレスの謎に近づいていくのかな。さすがにそうでないとね。あとまあ間違い探しも、まあまあ今回も結局長い動画になっちゃったので、まあまた次回に持ち越しましょうか、この間違い探しは。よし、じゃあ一通りみんなとお話ししたところで一旦セーブしようと思います。いやー、でも確かにな、セネズ疑わしい問題は晴れてはないよな。そういえば前回もさ、コーヒーが好きとか言ってたんだよね、みんなに好きな飲み物聞いてたら。セネズだけが唯一このドリンクバーに、ここのドリンクバーにない飲み物を答えたんだよ。その何千年とか何万年もここにいて、今更ここのドリンクバーにない飲み物を答えるかって感じするよね。ちょっとまあ疑わしくは、ちょっとセロニカに同調するのは尺だけどね、疑わしい雰囲気はまあどうしてもある。よし、じゃあまあとりあえずまた次回ってことで、ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。